我々アップル社では最初の iPhone を発売して以来ほぼ何もせずに少しだけ変えながら同じ商品を何度も皆様に売ることに成功してきました。しかし、もう飽きました。またいい商品作ります。完全に新しい iPhone8 をご紹介しましょう。今までは何度も消費者の意見を無視して自由に制作してきたんですけれども、今回はやっと聞くことにしました。まず手始めに複数の作業のできるマルチタスクウィンドウ及び画面に追加できるカレンダーやメモ、別名ウェジェットを追加しました。あとイヤホンジャックも返ってきました。正直な話、AirPods を売るためだけに、最初撮ったので、もういいです。皆さん買ってくれたんで。あとカメラ。なぜか追加した二つ目。あれも撮りました。はい。今回カメラをいかに増やすかのではなく、本来カメラをどれだけ強化できるのか、そういうことに集中しようかなと、そういうふうに、気づいて、今そちらに、集中させていただいています。特に内側のカメラですね、やっとハイクオリティで、自撮りができるようになりました。これだけ変えて、いつも期待していた追加要素は返ってくるのかと、焦っている方もいるでしょう。安心してください。画面もちゃんと大きくなっています。しかしですね、今まで通り、ただスマホをそのまま大きくしていくとです、いつか iPad になってしまう恐れがあるので、代わりにホームボタンを取り除き、画面だけを大きくし、端から端までのエッジスクリーンをすることに達成いたしました。さて、ホームボタンはどこへ行ったのかと。大丈夫です。今回はスクリーンの下に表示するだけでなく、左右に戻るボタンとタブ表示ボタンを加え、さらに便利になりました。指紋認証も本体の後ろ、人差し指がちょうど来る便利な位置に移動させていただいてます。あと、この間、普通の iPhone7 を赤にしただけで高額で売ったじゃないですか、もう一度。その後本社で考え直した結果、どうせみんなケースを買うっていうことが分かったんですよね。はい。なので、変な色を追加せず、いつもの黒にしました。今回与えられた時間だけで全ての新機能を詳しく説明できないのがすごく残念なんですけれども、それでも言います。アイリス認証、12メガピクセルカメラ、オキャルス VR 対応、インターフェースのテーマの選択は可能、一つ一つのファイルにアクセス可能、最大30分も水中にいられる完全防水、初めから Google マップ搭載、落としても簡単に割れない、そしてここまで変えてしまって今までの iPhone と同じにされてほしくないという思いを込め名前も一変しました。この夢のような手の届きそうにない宇宙からやってきたスマートフォンという意味を込め Galaxy S8 と名付けさせていただきました。サムサング Galaxy S8 絶賛発売中です。